のつもりだったのに大きな音が出ましたね。というわけで新型アルファードがカーシェアに登場しだしたので、早速乗ってきましたよ。2トンもあるくせに、排気量の割にやけにいい加速をする。この魅力は先代と共通ですね。全体的にまとめますと今回のアルファード、運転手の人も満足できる、そんなファミリーカーに変化しました。もともと送迎専用車みたいな作られ方をしていた先代ですが、蓋を開けてみれば一般層からの圧倒的な支持を受け、ファミリーカーとして使われていましたね。その事実を踏まえて新型では、運転しているお父さんもドライビングを楽しめる、そんなファミリーカーみたいな変化をしました。最高の運転フィールと引き換えに、エンジンの静けさや、物理的を超越するレベルの変態超技術のサスペンションが地味になっちゃったなと。おいなんだそのレーンチェンジ。あっぷねえなおい、その柱にぶつかるのが許されるのは小学生までだぞ。湾岸ミッドナイトで草。直接的にも案内的にも初見殺しな首都高、今回もタイヤが鳴るレベルに追い込んで、限界領域での動きをテストしていきます。というわけで走り出していくのですが、でかくね？前後長は4945mm、先代から 5mm しか伸びてないぞ。嘘でしょ？二回りくらいでかく感じるんだけど、これ初見だと、アラウンドビューモニターがないと積むレベルの大型車ですね。みんなよくこんなサイズ乗るね。まあ箱型ボディなので、慣れたら乗りやすいと思います。まだ8000キロの新車なので、念のために切り替えしましょう。はぁ、返却時の駐車が憂鬱だな。普段はプリウスに乗ってるので、やっぱりでかい車は慣れません。慎重に鳴らしている間、エンジンの話をしましょうか。エンジンをかけた際、いきなりがっかりしてしまいましたね。先代はレクサスクオリティで、始動した瞬間から次元違いに静かで、孵化しても全く振動がなかったんですよ。それに対しての新型は、ちょっと静かな市販車程度、レクサス UX と新型ボクシーくらい違う。運転を楽しむファミリーカーとしては、エンジンの元気さが増したとも言えます。でもレクサス仕様の静かなエンジンは、先代の頭一つ抜き出た魅力であると感じていたので、なくなったのが残念。ノンターボの直四は回転数が上がりがち。ハイブリッドの方がわめかないといいんだけどな。このグレードは新車価格540万円の、ガソリンの Z です。ハイブリッドではないんですよ。というかここの右折も余裕ねえな。感覚が身についてないのでどうしても慣れないです。横幅は 1850mm と普通ですが、狭い首都高だと隣の車を抜くときも余裕ないよ。先代アルファードの上位文明レベルであったエンジンと足回りは、ちょっといいレベルになりました。私みたいにでかい車が好きになれないユーザーは、ボクシーの方が合ってると思いますね。あっちの新型もよくできてるからな。首都高に上がる前に、乗り心地について話しましょう。段差を越えた後は大きく動いて、しっかりとショックで揺れを吸収することで、フレームに衝撃が入ってこないようになっています。ロールもしないために体が揺さぶられず、減衰力も最高のバランスなので、スピードを出してもふわふわしません。しっかりと動いてくれる上で、走行安定性も完璧に両立する。市販車の中でも大当たりのサスペンションですよ。でもここで私が残念に思うのが、上位文明から供与を受けたレベルの、先代のサスペンションとの落差なんですよね。詳しい話は先代の動画でしてるんだけど、強い衝撃が入ってきてもワンテンポ遅らせてから優雅に持ち上げ、ふわっと着地させる。段差の揺れの波の位相を、時間軸をずらしてから入れてくるような、魔法のようなショックアブソーバー。そんな驚異的な乗り心地の良さが、ただのものすごくよくできたショックアブソーバー、そのレベルになってしまった気がして、普通に最高峰の乗り心地なのですが、私は先代の頭一つ抜けた要素であるエンジンとショックアブソーバーの両方が、新型になって失われちゃった気がして、ちょっと残念に感じてしまいましたね。全体的にホンダのファミリーカーっぽくなったよな。エンジンも刺激的で運転フィールもスポーティー。ハンドリングこそシャープだけど、運転してて楽しい系ではなかった先代から、スポーツドライビングを普通に楽しめるようになりましたからね。お父さんもこれには大喜び。家族は新車になって内外装が良くて大喜び。お父さんは運転が楽しくて毎日幸せ。トヨタ車は新車もバンバン売れる。ビジネスとしての車作り。トヨタ車が本来の客層に合わせて新型車を作るとこうなるんだという要例だな。今運転士付きでアルファードに乗ってる方がいたら、無理に新型に飛びつく必要はないかなと。あと V6 モデルもなくなったんだよな。加速力が欲しいならそれもまた先代でいいのかもな。エンジンについてはまた後で話すとして、さあ深夜の東京の狭い道を走ります。ただですら車線幅が狭くて、うねうねしたカーブの多い中で、ガンガンにアクセルを踏むタクシーたちに混じって、突然現れる路中と不規則な右左折に対応していかなければなりません。横幅がでかければ前後にも長いので、路中をかわす際にむっちゃ神経を使いますね。アルファードってなんかオラオラしてるイメージがありますが、むっちゃ丁寧に乗らないと車線からはみ出しがちなので、そういうサイズ感も原因の一つなのかなと。こんなバカでかいサイズいらないから、ボクシーサイズでこの高級感で作ってほしいところだぜ。投稿主は独身だから出ても買わないけど。なんか昔、エスクアイアだっけ？そういうミニバンいたよね。みんなの後区別がついてなかったやつな。今私が言ったデカすぎない高級車。
セダンに最高レクサス HS がいたよね。最終的にはみんないなくなったということは、要するにそういうことなんだろう。なんで？みんな大きい車乗りづらくないの？どうせ周りの車を無意識に押しのけてるんだろ。さてさてゆったりと走っていますが、パワートレインも足回りもスムーズで快適ですね。1300万円とか2500万円とか積まなくても、これだけ快適な乗り物が買えるんだから、アルファードはいい車ですね。ああ、後輪の位置をよく把握してないせいでここの左折も怖いよ。慣れるしかないな。というわけでダブル右折レイン、これは怖いですな。まあ丁寧に乗ってればなんとでもなるさ。さてさて、新しくなったナビについて触れましょうか。エアコンの温度調整が物理ダイヤルで、内部の液晶も解像度が高くていいですね。シートヒーターやステアリングヒーター、曇り取りや風量設定などもすぐわかる位置にあるので比較的使いやすいです。カーナビの解像度や動作速度も良好で、慣れれば快適に使えると思います。慣れればね。初見じゃ使いこなせないよな。ただですら慣れないサイズで余裕ないのに。今は車線逸脱防止のステアアシストをなんとかして切りたいけど、メニューの出し方がわからない。というわけで話したいことが多すぎて6分も経ってしまいましたが、やっと首都高に乗っていきますよ。でかいけど周辺視界は良好ですね。注意さえしていれば歩行者を巻き込む危険はなさそうです。まだサイズ感に慣れておらず首都高も数ヶ月ぶりなので、最初の1周は暖気も兼ねてゆっくり行きます。生まれていて必死に回さなくても余裕ある加速ができますね。182馬力を発する 2.5 リッターの直四、車重は2060キロだぜ。最初のシーンで見せた通りと言っても伝わらないかもですが、加速性能には非常に恵まれています。レクサスクオリティではないにせよ、あんまり荒ぶることなく、スペックから予想される以上に元気のいい加速をする。 V6 モデルこそなくなりましたが、これだけ加速してくれれば十分ですね。今は窓を開けてるけど遮音性も良好で、どちらかというと窓ガラスを突き抜けてロードノイズが入ってくる感じがあります。さて、下りと急カーブが合わさったコーナリングの後にシビアな合流を強制されるセクション、こういうところで追い込むのは2周目以降のお楽しみということで、感触を確かめながら穏やかに行きます。仙台でコーナリング時に感じていた大きくて重たいボディを、剛性を生かしつつタイヤグリップで必死に曲げる感触、安定はしてたけど箱がでかいのが否めなかった仙台とは異なり、乗用車みたいな旋回フィールとなっております。オートハイビームがオンになっていますね。右手でサクッと切っておきましょう。かがまないと触れない位置にあることも多いが、押しやすいところに来たな。定番のオービスです。後で写真が1000円で買えるらしいですね。ディズニーランドのジェットコースターじゃねえんだぞ。誰も光らせないだろうけど、殺人的な柱が出てくるセクションなので撤去や停止は絶対にしないでほしいですね。嘘だぞ、こっそり電源切ってても誰も気づかねえぞ。うっせえな、ここら辺の橋の上に置かれてそうな移動式オービス光らせてろ。さて、ここの左カーブ、旋回中に段差もあるし勾配もあるし、曲率もうねり方も途中で変わるむっちゃ危ないカーブなのですが、余裕の安定性を誇っております。直後の上り勾配の中での合流も、でかい割には安定して安全にこなせますよ。だいたい一周を終えて慣れてきたところで、マニュアルモードでちょっと踏んでみましょう。上がシフトアップ、下がシフトダウンなのはなんか残念です。綺麗な音で気持ちよく回っていきます。スポーツカーに乗っているみたいです。この先の分岐で右の車がいなくなったら、ちょっと踏んでみましょう。であることを忘れたでしょう。動画で見てても感じられたでしょうが、何せ車体がでかいですので抜くときは余裕がないですね。横幅が狭い車ならガンガンに抜きに行けた局面でも躊躇してしまう状況が頻発します。何より1時くらいならまだ混んでるからな。
合流も分岐も多い中でそんなに好き勝手には走れねえよ。というわけで2周目に参りました。いきなりダウンヒルの左コーナーです。お父さんが運転しても楽しい車であること、これから証明していきます、と奥地を叩いたんですが、動画を見返してみると私はまだ聞き入ってますね。ちょうどいい位置に車がいますが、ここで前には出ない。動画のテンポが悪くなるのでスキップします。湾岸ミッドナイトのプレイヤー全員が突き刺さっていることに定評のある、例の柱のセクション。やっぱり車体がでかいですので、慎重に乗る必要があってペースがどうしても上がっていかないです。そういえばこのアルファード、パワーモードってナビの中にあるんですかね？アクセルを開けてから本格的な加速まで、ラグがあるのが非常に残念。絶対的な加速性能自体はあるのに、交通の流れに乗るための速度調整としての加速や、ちょっと気持ちよく踏みたい場面において、これがすごく残念なんだよな。サクッと押せる位置にパワーモードがあれば、もっともっと楽しめるんですがね。ちなみにここら辺の区間、私にとってはゆったりペースで流してるつもりだったんだけど、旋回中にタイヤからキーっていう音がしてきたんですよね。2トンある車重に対して、225幅のフロントタイヤではオーバーワーク気味のようです。冒頭のブレーキテストでも、追い込んだコーナリングでもそうだが、他の車よりタイヤの限界の到来が早いようだな。私みたいに複数台を乗るようなカーライフを送ってる方は、他の車の感覚で突っ込むとタイヤグリップが足りなくなるかも。爽快なフィーリングを持っているだけに、ペースが上がっていった際はぜひ気をつけていただきたいですね。逆に言えば、ちょっと追い込んだ程度のペースで値を上げ始めるタイヤの声を聞いて、やっと2トンのアルファードであることを思い出すんだよな。刺激的な車になりましたね。本当はがっつりブレーキテストもしたいのですが、交通量が多いので旋回前に強めに踏んでみて試します。うむ、いい音だ。2トンもあるわけですが、その割には周りの車たちに見劣りしない制動力です。さて左旋回で追い込んでいますが、全然ロールしないんですよね。フラットな姿勢で曲がっていけます。ただなんと言えばいいんだろうか、前後の動きの整合性がなんか取れていないような感じがあります。前の2輪と後ろの2輪がそれぞれ別々の動きを従っているような、うまく言葉で表せないけど、これ年次改良で改善されるかもしれないですね。今新車を買うか悩んでいる人が数年後に注文することになっても、挙動の熟成次第ではその方が良くなるかもな。よく動きつつもビシッと安定させてくれる、非常によくできた足回りだけに、この目に見えぬ領域の改善は期待しましょう。皇居の池の左カーブ、ここも美味しいポイントですね。冷静に考えてすごい景色だよな。池の壁面を撫でながら地下トンネルに飛び込んでいく左カーブって、路面もうねりまくっててカーブも変則的で、本当にエキサイティングなコースですよ。ニョル北にも負けてないと思います。首都高を安全に攻め立てられる車なら、どこで乗っても安全でしょうな。というわけで私が感じたことは、一通り言い終わりました。改めて振り返ってみてアルファード、運転が楽しくなりましたね。足回りとエンジンは異次元ではなくなってしまいましたし、物理的にでかくて重いことが、足を引っ張っていることは事実。でも運転していて楽しみを味わえるというのは、やっぱり素晴らしいんですよね。ビジネス上手なトヨタ車の車作り。これが最高に決まっています。私からすれば別の車になったレベルの変化ですが、アルファードの姿はしっかり保っている。客に合わせて最適化するというのはビジネスの基本ですが、車に乗っていてこのことを痛感させられるとはね。カレコやトヨタシェア、その他いろいろと試乗できる機会が増えてきていると思います。本気で気になった方はぜひ自分で運転してみてくださいよ。深夜の首都高は最高の試乗ステージですよ。とは言ったけどやっぱり大きいので乗りづらいですね。ここの左折も視界性能はいいけどやりづらいもん。ちょっと物理的にでかいというだけで、どれだけ乗りづらくなるか痛いほどわかりましたね。アルファードに乗ったらオラオラできるというのは大間違いです。繊細に丁寧に乗らないと、ドカンとぶつけることになります。私にとっては終われないんですよね。無理そうな車庫入れが待ってますから。ここの右折も厳しすぎるだろ。最適なタイミングでハンドルを切り始めるのが大事な要素なんだけど、幸いにもうまくいきました。カメラシステムにその都度頼るより、自分の感覚を鍛えることを意識する方がいいぜ。この駐車券ホルダー、券が刺さってないとずっと音楽が流れ続けるんですよね。誰か駐車券なくしたんでしょうね。駐車券周りの案内、あまりにも不親切だもんな。さてと、ここからも余裕ないっすね。一台も車いないけど、満車だった時のことなんて考えたくもないです。ちゃんと乗る前に後輪の位置を把握していれば、もっとスイスイ行けたのに。東京都内って特に駐車場が狭いところ多いから、買う前に今一度サイズについて考えてほしいです。さてどうしようか、スタート位置は重要だぞ。カーシェア車ゾーンの中では一番恵まれてるマスですが、それでも余裕ないっての。このまま出庫するのかと思ったぜ。左前が当たりそうですが、そこにビビって打角を抑えたら、今度は左後ろが当たるんだよね。打角のアシスト線を見る限り、今回は一発でいいラインに乗ったな。でも運転してるとね、左後ろも左前もキッツキツで引っかかって詰みそうなのよ。切り返しの余裕もなさそうだったのでやり直すことにしました。
慣れない駐車なんてこんなもんよね。免許取り立ての初心者が借りたらどうにもならなくて詰みそう。アラウンドビューモニターがなかったら何回か降りて見に行くか、離れてても空いてるマスを選ぶことになりそうですね。でかい車の宿命だな。次はこの旅の本命、クロストレックに乗っていきますよ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。